松前重義10月24日から1991年8月25日は日本の官僚、政治家、科学者、教育者、工学博士で東海大学創立者である。内村勘蔵に指示した。日本社会党衆議院議員でソビート連邦との交流促進に尽力した。戦後すぐに定心院総裁を歴任。 静岡県静岡市の名誉市民。熊本県上増木郡下島町に生まれる。合併前の大島村で村長を務めた正木修義が、父である。祖父、松前熊太郎、曽祖,祖父正木可能は、熊本藩士。小学5年生の時、熊本市に移った際、故郷の農村と違って、夕方になると、町中に一斉に伝統が灯るのを見て、美しさに驚き、 これが後に電気を専攻するきっかけとなった。旧西熊本県立熊本中学校から熊本高等工業学校を経て、東北帝国大学工学部電気工学科を卒業する。抜山平一に指示した。低新省に議官として入省し、無双化ケーブルなどを発明して、通信技術の進歩に貢献した。1937年11月に、 無双化ケーブルによる長距離通信方式の研究により、東北帝国大学工学博士を授かる。当時は、社会の指導者として法学部出身者を最優先する風潮があり、議官より文系出身者を優位とみなす低新省の組織構造にあたり、新体制運動へ傾倒する。妻や篠原のボルラ友人たちと教育研究会を開いていた松前は、 プロシアとの戦争に敗れ、疲弊した国を教育によって再興させた、デンマークの精神的支柱だった、ニコライ・フレデリク・セベリング・ルントビを知り、彼が提唱するフォルケ・ホイス・コーレを視察に、1934年にデンマークを訪問、帰国後、無双化ケーブル通信方式の発明で、電気学会から受け取った、朝野博士奨学祝い金を、基金の一部にして1936年に、東京、 武蔵野に、持ち性学塾を開設、フォルケホイスコーレを反にした教育を始めたが、戦争により活動停止。1940年に、大政翼3回が発足すると総務局総務部長に就任するが、主導権を争う内紛から辞表を求められて、辞任する。1941年に、停身商工務局長に就任する。 太平洋戦争開始後の1942年に航空科学専門学校を1944年に電波科学専門学校をそれぞれ創立する。日米開戦後に日本の生産力はアメリカ合衆国に遠く及ばない現実を知りそれを各方面へ報告したことから直任官であるが二等兵として召集されて1944年に南方戦線へ送られた。 マニラでは南方軍総司令官、寺内俊一元帥の配慮により、軍政顧問として勤務して、無事に復員し、後に技術院参議官として終戦を迎える。戦後は、停身院総裁に就任するが、1946年4月に辞任して9月に公職追放となる。1 9五十年十月十三日、公職追放解除の閣議決定を受けた後、 1952年の総選挙で社会党右派から衆議院議員に初当選して、以後6回当選する。中道保守系の有力議員として、社交民路線を提唱した。設立した電波科学専門学校が戦後に旧正大学東海大学となり、学生改革に伴い新生大学東海大学となる。自らは一官僚であり、資産を持たない松前は、 借入金や寄付だけで大学建設に挑んだため、大学はたびたび財政危機に陥り、松前自身も苦労が絶えなかった。しかし、事業家としての際にも恵まれた松前は、斬新な学部の設置や、学校法人の M&A など、従来にはない学園経営を展開し、東海大学を日本有数の大学に育て上げた。また、原子力基本法制定に尽力し、 東海大学工学部に原子力工学専攻を設置している。一方で日本を戦争に導いたのは陸軍ではなく東大法科卒の官僚たちだと考えていたことから1985年まで法学部を設置しなかった。自ら注力した日本初の FM 放送局である FM 東海の処遇で郵政省と争った。 ソ連政府の提案によるソ連と東欧との交流組織、日本対外文化協会を石原放棄、松井正吉らと共に1966年に設立して会長を務めた。ソ連初の野球場として、モスクワ大学松前重吉記念スタジアムの建設に尽力するなど、国際交流事業を展開して、各国の政府機関や大学から、 勲章や名誉博士を受けた。日本柔道選手権大会で優勝歴がある兄の秋吉に影響されて、熊本高等工業学校で寝技主体の高専柔道に励み、1969年に全日本柔道連盟理事、1979年に国際柔道連盟会長にそれぞれ就任し、1983年頃から全日本学生柔道連盟陣営として、 行動官と対立した。三池工業高校を甲子園で優勝させた手腕を見込み、監督の原光つぐを東海大相模高校の公式野球部監督に昇聘した。1991年8月25日に89歳で死去する。長男の松前達郎は東海大学総長や日本社会党参議院議員、次男の松前則りは東海大学学長。 三男の松前青具は、北海道東海大学学長や日本社会党、衆議院議員をそれぞれ務めた。達郎の長男である松前義明は、東海大学理事長、副総長を、のりおの長男、松前光則は、東海大学医学部教授をそれぞれ務めている。義明、光則ともに、東海大学の出身である。1932年に、いわゆる、 無償化ケーブル通信方式を提唱し、篠原登ると共に完成させた。長距離ケーブルでは2000間の静電容量により、損失があるが、ケーブルに一定間隔で、償化コイルを挿入して、インダクタンスで釣り合いを取る、償化方式で、1899年に、ミカエル・ピューピンが特許を取得した。償化方式は、損失による減衰が少ない長所から、 真空管発明以前である、当時の主流となったが、信号の反射や歪曲、遅延時間増大、遮断周波数より、広域の信号は使用できない、などの欠点もあった。1932年に、増幅機などを使用して増加しないケーブルを利用すれば、高効率で、遮断周波数は存在せず搬送を利用した。 多重化にも有利であるとした長距離電話回線に無双化ケーブルを使用線とする提案を発表し、小山宇都宮間で多重電話伝送を実験して良好な結果を得た。後に当時の主流にことを唱える主張で勇気を要としたと述べている。1937年に満州国の安藤と法天間で無双化通信方式で長距離電話通信が成功し、 1940年に東京都新京館で全長 3000km の直通電話が開通した。初期の研究を表した書籍に無双化ケーブルによる長距離通信方式の研究と同名の東北帝国大学博士論文がある。ありがとうございます。